第2のね、この2つ目のケースになってから調子いいから、もうそろパイライトか、ルチルコーツ来るんじゃないかな。それか、また黄金。で、2つ目の黄金が登場という奇跡ぐらいこうレベル。いや、まあさすがに、それ調子乗りすぎかな。ねえかな。もしも2つ目出したらさ、いや、俺日本人で数人だと思うんだよね。これ2つ黄金を出したら。1つは結構いると思うんだ。一つ目の、あ、黄金出たよ、みたいな感じの人いると思うんだけどさ、二つ出した人となるとさ、少なくねえか、みんな、普通は一個出して満足するじゃん。でも俺は二つ目を目指して、あ、ルチルコーツとかパイライトもめっちゃ欲しいけどね。パイライトもめっちゃ欲しいんだけれども、やっぱ黄金二つ目出たらやばいじゃん。やばいな、黄金出たらどうしよう、二つ目。マジドキドキしてきた。それでは、今回はね、この、まあ、ちょ、横の、まだね、指、ゴールド、ハイライト、で、こっちのルチルコーツ、これまだ1個しか持ってないから、黄金と同じぐらいレアなんだよね。ルチルコーツ、ネットの画像で見るような綺麗なルチルコーツ欲しいんだけど、このシリーズだとあんな綺麗なやつ出ないのかな。めっちゃ綺麗なんだよ、ネットの、ルチルコーツって調べると出るんだけど、すっごいけど、ほんとめちゃめちゃ綺麗な金の針が、バーって、入ってて、ドキドキするんだよね。これ、のやつ、まあ、ちょっと汚いから、もうちょっと綺麗なやつが出てくれたら嬉しいかなと思うんだけど、それでは今回も気合を入れてね、いやでも今日はちょっとパイライト出したいかな。パイライト不足だから、ちょパイライトを出していきたいなと思っている。よし、それでは行くぞ。パイライトを狙って、今日はね、パイライトを狙う。まあ、なんでもいいんだけど、狙いのだったらね、狙いの、おー、緊張する。もう黄金ゲットしてんのに、なぜかドキドキするっていうね、何回掘っても、やっぱ緊張するよな、このシリーズは。行くぞー、この世の全ての黄金に感謝を込めていただきます。パイライト黄金ルチルコーツ出てこいや、頼むぞ。ルチルルチル黄金黄金パイライティパイライティ頼むぜ、出てくれパイライティ、お前の輝き見せてくれ。パイライトの鍵組みでトレーニングをして大妖気を出よくする。いや、いいね、ロマンだね、男の。おー、もうそれで出てくるぞ。とか言って、ガサって言って黄金だったマジですごいよね。2個目出したら、ちょっと、テレビを取材に来るんじゃないかな。いや、嬉しいね。取材来る30分前がパンプしたかったね。取材来る。30分前がパンプ始めてさ、もう絶頂の時に取材してほしいよね。いや、黄金2つ目、おめでとうございます、みたいな。いやいやいや、実力ですよ、みたいな。黄金を呼ぶ実力ですよ。出ねえよ。これマジで黄金の可能性あるぞ。マジか。俺の握力が呼んでるぞ、黄金を。黄金が、ペクトルスメイジ、ん？あれ？あれ？ちょっと待ってよ。ドゥルドゥー、ドゥルルー、ドゥルルドゥー、ドゥルルルルドゥルルドゥー、ドゥルルドゥー、ドゥルルルルルチルコーツの顔、なんか入ってない？ちょっと待って、なんか入ってねえか、これ。中に。ルチルコーツの可能性あるぞ、これ。でもなんか卵みたいなの入ってんな。あれ？ちょっと待ってね。ルチルって呼ばれる金の針が入ってるんだけど、これ、あ、でけえな、しかも、ちょっとでかくない？ちょっと待って。パワー！すごいでかいぞ、これ。しかも切れちゃう、割れないよね。パワーでいっちゃう。パワー。どうだ？どうだ？どう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 だ？どうだ？どうだ？これルチルコーツか？ほんと、金の針ある？金の針見えないか？クリスタルかな？でもなんかここ、あ、ちょっと待って、ここすごい綺麗です。全然取れなかった。はけ意味ねえな。まあ、硬いとね、取れないんだよね。ルチルコーツではないね。でもここのところがちょっと気になるんだよな。金の針入ってねえかな。なんか金の針にも見えなくもないんだけどな。違うか。ルチルコーツじゃないから、クリスタルだね、これね。多分クリスタルだ、これ。シトリンでもないし、ルチルコーツでも、いやー、ルチルコーツじゃないかな。気
金の針にも見えなくもないんだけどね、この辺違うよね、クリスタルだよね。しかしながらでかいクリスタルでよかったわ。いや違うな、ルチルコーツじゃないね。うん違うわ、一瞬ここにね金の針っぽいの見えたなと思ったんだけど、クリスタルだな。今回はクリスタルということで、くそー出なかったか。でもでかいから、まあ俺の一番気に入ってるクリスタルよりは小さいけど、なかなかシトリンっぽくもあるよね、黄色いからね。シトリンかなこれ、みんなこれなんだと思う？シトリンかな、下黄色いしグラデーになってるからシトリンの可能性もあるな。シトリンかクリスタルかな、どうだろう。え、みんなどう思う？これシトリンかクリスタルだと思うんだけど、これどっちだろうな。ちょっと微妙なとこ、微妙なやつが出てきたな。まあ私の問題が出てきたよこれ。問題が、いやパイライトのだって一発でわかんないけどね。でもクリスタルこんなに綺麗だから、やっぱシトリンかな。あれほらなんか似てない、やっぱシトリンだわおそらく。でも富と財産の石だからね、金銭感覚を磨き金運を上昇させてくれる石として有名だと。大金落ちだぜ。ということで今回は、いや出なかったね、狙いの3つ出なかったけど、まあシトリン久しぶりに見たし、2つ目のケースになってから初だから、おそらくシトリン、クリスタルって言ったけどシトリンだわやっぱ。シトリンゲット降臨伝ということで、また次回ね、次のホリホリ会でお会いしましょう。おー、どんどん埋まってくるね。いやー、一つ目のケースもあっという間に埋まっちゃって、三つ目のケースに突入するかもね。まあ、それまで黄金とパ、いや、でもパイライトもたくさん欲しいから、売ってる限りは俺買おうと思って、毎日できれば掘りたいから、まあ、3、4、5って言っても全然 OK なんだけど、これ石コレクションするの楽しくなってきたしね。石のコレクションってハマるね、これね。すっげーやばい。暇な時こう出してみるとね、のほほんとすんだよね。しかもね、真ん中見て真ん中。黄金だからね。いやー、すみません。ちょうど真ん中の時に出てめっちゃテンション上がったしのさ、また黄金出てくれるから、この200個目でね。すげえ嬉しいよ、出てくれたら。それではまた次回、また黄金とかパイライトとか、ルチルクローツを狙ってね、開けようと思いますと。その前に、あとダイヤも出したいから、こっちね。こっちももうすぐ終わりだから、ね、あとライフ3だっけ？ 3 で終わりだから、こっちの箱は。